ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はミスタードラゴンズ立浪和義について触れてまいります。立浪は PL 学園時代キャプテンを務め甲子園春夏連覇を達成しています。高校卒業後ドラ1でドラゴンズに入団しました。星の体制のもと1年目からメキメキと頭角を現します。遊撃手として一軍定着、そして新人王も獲得しました。そして高卒新人としては日本初のゴールデングラブ賞を受賞しています。22年間のプロ野球生活は全てドラゴンズで過ごしました。通算2480安打487二塁打という輝かしい成績を残しています。立浪和義がミスタードラゴンズと言われることに異論のある人はいないでしょう。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はミスタードラゴンズ立浪和義について触れてまいりました。